はい、スロックマンです。はい、今日はまた天外魔境風雲歌舞伎伝やっていきたいと思います。続き、はい、先ほどね、昼やってたんですけどね、今夜になりますけど、続きね、やりたいと思います。はい。伏見村ですね。ちょっとね、ちょっと待って、ちょっと再起動、すいません。ちょっと視聴者の方からね、ちょっとね、一つ、最初からやった時にやり忘れてたことがあるんで、ちょっとそこだけやりたいと思います。はい、視聴者の方から指摘いただいて、はい。ちょっと最初からですね、最初からちょっとやって、そこだけちょっとね、で、また、ちょっと待って、これ、最初からやるときって、どうやるんや、これ。最初からやるっていう選択はないね、これ。できないのかな、最初からこれ。そうか。最初から始めるっていう項目がないんですね、これ。ああ、そうか。つうことは、一回電源切ってですね。SD カードを取るしかないな。はい。こうするしかないですね。最初からやるんだったら。はい。SD カード今外してます。あ、そうか。キオスクモードも消えるんや、そういえば。あ、そういうことか。そうか、そうか。SD カード取ったらキオスクモード消えるんですよね。だからゲームも選び直しになるんや。そういうことか。なるべくこの画面見せたくないんですけどね。ちょっとね、最初からやりますね。ちょっとね、見せることがありまして。で、まあ最初からなんで、はい。これあれか。これあれなん、見ないかんねんな、これはな。しょうがないな。すごいのはあれですよね。その PC エンジン CD ロムの読み込みがないところがすごいですよね、これ。実際 PC エンジンでやると読み込み長いですからね。このレトロクエストとかね、まあ中華ゲーム機でやる場合は、ロード時間が全くないんですよね。ほんと。待つ時間がほぼないんですよね。
それがすごいと思いますね。一番すごいですよね、そこがね。待たずにプレイできるというね。この笑い方がちょっと間抜けやけどな。さて、主役は引っ込むといたしやしょ。はい、じゃあこれでやっとプレイできる画面になると思いますね。はい、ちょっとね、ここでちょっとやり忘れたことがあって、視聴者の方からね指摘されたんですけど、はい、ここでちょっとねやってなかったことがあったんで、それをやっとこうかなと思いましてね。はい、お友達から電子メールが届いてましたよっていうところでね、この電子メールを見るの忘れてたんですよね。はい、これか、これじゃないな、こっち、机の上。ああ、ちょっと待って、そこの机に置いておきましたけど、もうお読みになりましたか、これか。あ、わかった。あれか。これか。これや。まんじまるからの電子メールです。はい。天外魔教2のね、主人公ですね。読みますか。はい。歌舞伎、北座公演、おめでとう。俺だよ。まんじまるだよ。うん。まだ俺のことを覚えてるだろ。うん。とにかく、飛騨の国は歌舞伎の噂で持ちきりだ。うん。ジパングを救った歌舞伎團十郎が京都の北座でいい立ち回りをしてるって評判さ。うん。ジパングをたった一人で救ったなんて歌舞伎らしくてお腹抱えて笑っちゃったよ。うん。けど歌舞伎が本当に芝居をやってたなんて俺には信じられないよ。俺は相変わらずの田舎暮らしさ。父ちゃんの手伝いをしたり母ちゃんを助けたり、歌舞伎にもらった天下一の旗、うちの床の間に大切に飾ってあるよ。うん。ジパングを救った俺たち火の勇者4人の勇気の証だもんな。またみんなで会いたいな。その時は歌舞伎もちゃんと来いよ。相変わらずガキだな。ちっとも進歩しちゃいねえ。天下一の旗だと。くだらね。俺様はすでに新しい旗を手に入れてる。あいつまだ母ちゃんのおっぱいでも吸ってんじゃねえのか。うん。お笑いだぜ。いや、これ忘れてましたね、僕すっかりね。はい、これ見たのもすごい久しぶりですね。うん、すっかり忘れてましたよ。極楽からの電子メール、極楽太郎ですね。忘れてはおらんだろうな。火の一族の極楽太郎様だ。久しぶりだの。風の噂じゃインチキな芝居でお客から随分な金を取ってるらしいな。インチキではないけど。手でいい加減。お前の悪いところは昔と何ら変わっとらんの。だが早いもんだな。目の一族をぶっ倒してからもう1年も経っちまったのか。ああ、そうか、一年前なんよね。血の海に沈められた京都、黄泉の出現、あれにゃどんだけ驚いたか。しかし、なんだかんだ言おうと、黄泉なんぞわし一人の力で倒したようなもんだがな。そうだ、お前さんも女のケツばっかり大かけとらんねん。うちの千代さんの飯でも食いに来いよ。千代さんの飯はうめえぞ。ま、縁があった。近いうちに会いてえもんだな。ジパング一のインチキ役者カルディ團十郎さんよ。
インチキ芝居にインチキ役者だと極楽の野郎わし一人の力で黄泉を倒しただバーカこいてんじゃねえよジパングを救ったのは男の中の男この歌舞伎炭治郎様ってことだ誰もが認めてらうんで今度昨日ですね昨日からの電子メール読みますかはい歌舞伎炭治郎様お体にお変わりございませんかお久しぶりです絹乃です北座で歌舞伎様がお芝居をなさってると噂を聞きこうして筆を取った次第です相変わらずあれやな大好きで清楚やな能とかたくさん知ってるのだけれどどれもまだ見たことがないの今度招待してくださいね木の勇者ではない役者の歌舞伎團十郎様を拝見してみたいし根の一族の戦いから1年あの旅ももうすっかり思い出になってしまいましたね万事丸さん極楽さん二人も強かったけれど歌舞伎さんが一番素敵だったかもそうなんや戦ってる時の歌舞伎さんの眼差し普段と違って真剣なんですものごめんなさい変なこと書いちゃってまた近いうちに会えることをお祈りしていますさようならキヌそうかいキヌ歌舞伎團十郎様お前さんの気持ちよーくわかったぜ俺様が好きなら好きとなんであの時言ってくれなかったんだでもわかるさあ皆まで言うな皆まで言うなその女心をこの歌舞伎團十郎様がキヌの熱い思いをたった今受け止めてやったぜはいはいってことで、はい、結構長かったですけどね、はい、見ましたね、これで、はい。じゃあ戻りますね、普通のプレイにね、はい。はい。で、一旦これで SD カードまた入れて、あとやります。はい。はい、これでまあ、キオスクモードにまた戻りました。はい。で、今度は続きありますんで。じゃあ伏見村からねやりたいと思います。はい。ちょっと待って、これあそうかクイックセーブしてたなそういえば。クイックセーブの状態からやった方がいいね。はい。ね、ロード。これすごいよなでも CD ロムロムやのにクイックセーブができるってことがすごいよね。うん。ここでね、100両食べればいいんですね。で、防具をね、買ったら最強状態になるんで。あ、そうか、ヒットポイント結構減ってんの。寝るかじゃあたっかいな40両かやめとこう
10両ぐらいだと思ってたけど、そっか、その前の村は10両だったんですけど、もう巻き戻さ、道具使いましょう。これ。あ、そうか、完全回復しないんやな。あ、じゃあ結局寝ないかんや。そっか、完全回復しないもんね、よく考えたら。しょうがないな。ちょっとね、マジャベじゃあんまりお金稼げないな。結局、あれやん、余計減ってもてるやん。あ、昼はどうやったっけ、金持ってたっけな。22両か、まあなあ、そうか、そんなもんか。あ、ヤトデイサ、あ、これ金持ってると思うんでね。まだか。おー、よかった。お、結構お金もらえたね。50、53秒。はい、100いきましたね。ちょっと待ってよ、もうないもんな、回復が。突破するか。あ、追ってきた。回復手段がないのが乏しいよな。あ、やっと、やべえ、これは逃げた方がいい。あー、やばい、ちょっと、あー、これ厳しいな、やられるなこれ。あ、よかったよかった。うわ、マジか、おい。エンカウント率高いな。うわ、またやとかい。うわ、マジか、おい。いや、むずいな、なんか知らんけど。何回全滅せんねん。あんたが倒れちまったら代わりはいないんだ。しっかり頼むよ。あんまり世話やかさないでよ、歌舞伎。じゃあね。これはクイックセーブのとこからやり直しやな。ロード、はい、しょうがない。55両のこれの方がまだねえ、あと50両貯めればいいだけやったのに。うわ、もうやばいもんな。危ね。で、これで40両減るから30両になるやろ。全然金貯められへんやん。全然金貯めれんやん、これじゃあ。の薬も買いたいけど、今んとこ武器を優先したいからな。武器っていうか防具を優先したいから、あんま遠く行かんとくか。この辺で、ね、遠く行ったらやれるもんな。ツチノコやん。一発で倒せるようになった。
そっか、足袋だけまだ。ちょっと待ってよ。装備してるよな。やっとできた。うわ、めっちゃ食らった。これ、ひげでね、こう飛び蹴りとかやるとね、必殺技でできるんですよね。飛び蹴り。そうそう。それから命中率低いんですけどね、今のたまたま当たりましたけど。大ダメージ当たられるんですよね。飛び蹴りじゃなくて手を出してたけどね、どう見ても。あ、またやっとできた。あー、無理やった。あー、やっぱ避けられやすいんですよ、この技。あー、ダメか。やっぱやらん方がいいか。真鍮物とかいろいろあるんですけどね。荒ごととかね。ミスるんだったら、やんない方がいいかな。やばいな。倒せるかな。よし、倒せた。危ないな。やばいもんな、これ。寝ないかん。てか、これこそ、あれか。でも、100両貯まったからいいんや、もうね。買えばいいよね。防具をね、買うんですけど。買う。これですね。115、はい。んで、装備すると。これですね。はい。あとはいいよね。はい。で、あと売るんですね。売る。これ売って、ジンバロリー売ると。はい、これで一応最強になりましたね。はい。で、これで一応、宿屋で寝ますか。はい。はい。はい。で、最強装備になりましたんで、これで進みますか。はい。まあ、これでちょっと防御力が強くなったと思うんでね。はい。おー、だいぶね、違いますよね。あー、もう毒食らった。あ、でも毒はね、技を減らすんですね。3はヒットポイントが減るんですけど。今、魔法何も使えない状態だから関係ないですよ。はい。魔法というか、術か。術を覚えるまでまだ何も、別に技が減っても全然問題ないから。減るのは問題ないからいいや。セーブもできないもんね。あ、ちょっと待った。他の人の話も聞くか。鳥羽村の清吉はよく働くぜ。今日も休みなしで鉱山の中に入ったままだぜ。あー、そうかそうか。ここで掘った金はよう、鉱山の中から直接上皇様の屋敷に運んでんだ。しかし、こんなに黄金を掘り出してどうしようってんだろうね。
猫の野郎がよ、ムチでビシビシで打ち上がるんだ。猫だぜ、こっちとら人間様だってんだ。でもよ、強いんだぜ、あんにゃろめ。猫ね。強い猫いたっけ、そんな敵。あとね、僕ね、これ、攻略本ね、下から持ってきたんですよね。ちょっとしばらくね、この歌舞伎伝やろうかと思うので、これを使って、ね、攻略見ながらやっていきたいと思います。はい。こうやってね、僕は当時ね、昔やった時に自分で書き込んだメモとかもあったりするんですね。こう、いっぱいなんか書いてますね。攻略のメモみたいなのも書いたりしてるんでね。はい。これ。発売当時の頃ぐらいに買った攻略本ですけど、ね、そのままね、残ってるんでね。はい。こことかもうこういうとこに自分で書いたメモをね、書いてる。残してるんですよね。しかもこれね、これ僕はね、ワープロで打ち込んだんですけどね、歌舞伎伝のモンスター図鑑ですね、ヒットポイントまで載ってます。攻略本にもね、載ってない情報ですから、これ。はい。これね、歌舞伎伝クリアした後にね、モンスターの、なんか、全部のモンスターが見れるね、見れるんですけどね、そういうモードがあるんですけど、その時に全部映したんですよね、書き写したデータですね。はい。全部のモンスターのボスも含めて、ヒットポイントが載ってますね。あと出てくる場所、出現場所まで載ってるんで、ラスボス以外はヒットポイント全部わかります、これ。はい。はい、そうですね。全部載ってるんですよ。これ自分でワープロで昔売ったんですよ、その当時ね。で、これは手書きで書いたやつですね。はい。全部ね。手書きで全部書いたんですよね。まあ、これをそのままワープロで売ったって感じですけどね。はい。はい、じゃあやりたいと思います。ここはもう、ダンジョンに入っていきますよね。はい。これ着ないと入れないんですよね、この鉱山にはね。ああ、懐かしい。このダンジョンの曲めっちゃ懐かしい。ここ確かどうやったっけ？モンスター出ないんじゃなかったかな、ここはまだ。うん、確か出なかったと思います、ここはね。これですね、地図が載ってますけど。あ、敵出るか。あ、このキャットボーイですね。一応出ますね。うん。敵出ますわ。さっきこの強い猫っていうのはこいつのことですね。はい。こっち行ったら部屋がありますね。あ、これ、あ、これ戦うんちゃうの？もしかして。あと、カンビエ様の黄金趣味にも困ったもんだ。なんでこんなところで金を掘らなきゃならないんだ。今回の目的は実感軍の中の女をかっさらうことなのによ。ああ、戦わなくていいのか。最近、黄金の産出のペースが落ちているとカンビエ様はご立腹だ。なんとかせんとな。また上皇に手を支配、入手を、あ、人手をか。人手を支配させるか。宝箱ある。あ、何やったっけな、これ。50両。多分ね、今のね、マジックポイントが増えるやつじゃないのか、増えるやつちゃうのかな。多分。これ。そうですね、技力回復です、回復ですから。技力、今、負け物今ない、何もね、まだ持ってないもんね。レベル16か。桃山鉱山17段、目標レベル17段って書いてあるけどな。ちょっと低いけどね。
この先はやっぱりダメだ。硝酸石しか出やしねえ。これ何やったっけな。ここ確かあんまり敵出なかった印象あるんですけどね、僕の中じゃ。立ち入り禁止、硝酸石大量産出。何にもないのかな。敵出ないですよね。あ、これがそうか。硝酸石の鉱脈から大量のガスが噴出している。あ、取れるんや。あー。そうか。ちょっと待って。そうか、手紙があるもんな。6個しか持てないもんね。ヒットポイント満タンやしな。しょうがない。これ使うか。あ、でももったいないな。これ高いもんね、値段が。これ捨てるか。これ捨てよ。しょうがない。はい。これは入れそうなんで、重要なアイテムやと思うんでね。はい。ここはいいんかな。これは関係ないね。関係ないっていうか、別に。敵が出ないからまだいいっすよね。でも途中から出るようになるんじゃなかったっけな。どうやったかな、忘れたな。はい。そんな広いマップでもないんでね。この上何もないもんな。この次のダンジョンの方が難しいんですよ。森、なんか迷いの森みたいなとこがあって。そこの方がむずいですからね。ここ行き止まりやな。ここや。貴様何をうろうろしてる？早く持ち場に戻らんか。そうか。本来これ歌舞伎は同僚だと思われてるんですね。この服着てるから。ほら、もう疲れただ。家に帰りてえだよ。誰か助けてくれ。これ実際この服着てなかったら多分、戦闘になる感じなんでしょうね。おそらくね。こうしてみると、働くやつと働かないやつがよくわかるな。ほら、ほら、働け、働け。あ、こっちになんかあるな。あ、人がいるのか。名前？鳥羽村の末吉だ。あ、さっき言ってたやつか。今忙しいから、用だったら後にしてくんろ。え？嵐山への抜け道だ。知ってるだと思う。あ、後だ、後だ。ちゃんと働けねば猫に睨まれるだよ。こっちはなんかあったかな。地図で見た感じなんもないけどな。あ、いるわ、人が。適当に気を抜いて働かねばやってらんねえ。猫だぜ、猫は。なんであいつらの言うこと聞かなきゃならねえんだ。ちょっと待って、こっちの、ここもちょっと行ってみるか。地図では見た感じでは何もないように見えるけど、誰かいるかもしれないです。あ、いないか。
まったくよ、上皇様は何を考えてんだか。掘り出した金を全部あの黄金の男にあげちまうんだぜ。なんかこの先の階段から金を上皇様の屋敷に運んでるだ。自分の家は目の前なのによ、返してもらえねえんだぜ。ひでえじゃねえか。線路みたいになってる。あ、そうか、トロッコのやつか。あ、ここで返すのかな、これ。置いてある。あ、置いてあるか。返すわけじゃないのか。後場村。歌舞伎は鉱山箱を脱ぎ捨てた。これで入って、あれしたら猫と戦うことになるんかな。あ、敵出るんや。そういうことか。そうかそうか。脱いだ状態でやると敵になる、敵出るんですね。あ、強いな、これ。逃げた方がいいわ。逃げた方がいい。強いわ、敵。そうか、今のレベルじゃちょっと無理。ああ。うわ、ちょっとこれ多い。多くね。やばいやばい。ちょっとちょっとこれ。うわ。全滅するでこれ。うわ、マジか。しまった、余計なことしたな。あんたが倒れちまったら代わりはいないんだ。しっかり頼むよ。あんまり世話やかこれ、今日の町まで戻るもんな、これ。全滅したらどうしようかな、これ。これちょっと一旦再起動やな。はい。で、セーブデータからやった方がいいですね。あのクイックセーブの状態だともっともっと戻っちゃうんで、あのまた金食べる前の状態に戻っちゃうんで。しまったなぁ、下手くそやな俺ほんま。うん、ちょこちょいですね。しまったなぁ。またここまで戻っちゃいましたね。ちょっと待ってよ。毒はある。買った状態やね。買った状態やね。で、またこっからやらなきゃいけないじゃん。さっきの上皇屋敷に入ればね、黄金の甘美と戦えるんですけどね。そうやな、道具自体はいっぱい買えないもんね。しょうがないやな。道具、そうやな、道具いっぱい持てないしね。しょうがないね。敵出るもんね。やめといた方がいいやな。あら、あ、そうか、こっちから出ればいいのか。はい。
か、これがあるから敵が出なくていいやもんね。あ、違う、こっちじゃない、うん、ここはいいんやな、行ってしもうて。あれ、ちょっと待って、さっきのなんか小三席取らないかんねんな。こっちか、こっちやったっけな、こっちやね。あれ、じゃあここしかないや。あれ、どこやったっけ、小三席が取れるところ。こっちやったっけ、こっちやないな、ここか。あれ、ここじゃないやん。あれ、ちょっと待って、どこやったや。こっちと戻るよな。あれ、ちょっと待って、進みすぎたんかな。あ、進みすぎたわ。こっちや、こっち、こっちや、こっち、ここや、ここ。ここでも取れんちゃうの。どうしてなあかんねんな。あ、あるやん、取れるやん。上皇屋敷のカンビエが倒せるかどうかですね、今回でね。カンビエ2回戦いますからね、1回目に勝てるかどうかですね。めっちゃ強いと思うんで、ヒットポイント300ぐらいありますからね、1回目のカンビエで。2回目のカンビエは600ぐらいあるんですよね。あ、どこ消えた。はい、もうあとはもうそのまま行くだけでいいね。うん、レベルがでも17あった方がいいのかな。こっちは戻れないもんな。ちょっと一旦ここでクイックセーブ。はい、上皇屋敷ね。あー、敵出るんや。あー、出た、キャットボーイ。倒せるかな。ここでちょっと待って、
上皇屋敷18段って書いてある。16段やもんね。よし、17段だった。はい、全回復したけどまだ術を覚えてくれてないのかい。若草がね、像がある。これどっかになんかスイッチがあったと思うんですけどね。ああ、敵出た。コボルト。これな、回復の術がないとどうしようもないよな。厳しいな。道具回復するやつがないもんね。と戻るしかないな。これこれめんどくさいな。鉱山内。あ、そうか。そうか。ここ来てないから敵出るんや。帰れないねんだから。うわ、これやれるやん、これ。うわ、マジか。こんなむずかったっけ。しまったら代わりはいないんだ。しっかり頼むよ。あんまり世話やかさないでよ、歌舞伎。じゃあね。これはちょっとな。これまたあそこまで行くのも大変やしな、これ。ああ、違う違う違う。両方両方。ああ、でも宿泊だけの方がいいか。セーブはまですることないな。これ金貯めて、あれやな。あ、金貯まってるからあれか。でも回復するやつをな、レベル18まで上げないかんな。だからいいや。遠いけど歩いていこう、あそこまで。うん、しょうがない。もうこいつらじゃな、レベル上がりもならないけどな。弱いから。せめて若草早く覚えてくれよな。レベル18でいかないとちょっと厳しいですね。レベル18にして若草を覚えないとちょっと無理っぽい気がしますね。上皇屋敷はね、うん、回復する術がないから。
ありがとうでした。あ、だいぶ強くなったね。3回ぐらいで倒せたな。先こっち倒した方がいい。3持ってるからね。いやー、久々にやったら難しいですね、結構。はい、これ預かり場あるんかな。預かり場があれば預かり場に預けたい。あ、今日の街で預ければいいんや、手紙とか。じゃあ、はい、あー、そうか、いっぱいなんや。そうか、清涼感売ってまおう。はい、で買うで風の5歩。はい、これで今日の町に行くんですね、はい、調整ルーラーみたいなもんで、これ使うしかないな。歩いていくのも大変なんで、まあまあレベル上げのために歩いていってもいいかもしれんけどね。一発で倒した。はい、キノコ、まあ、歩いていきましょうか。はい、2発。できた魔構成一発で倒せるようになったね。はい、倒した。はい、やっと戻れました。はい、その預かり所に行くためにここまで戻ってきましたよ。あったあった、ここや。うん、あ、じゃあこっちや、こっち、こっちや。はい、預ける道具、手紙、
手紙、お国の写真、はいはい、OK。 で、道具も買っときましょうか。これか。はい、買う。と、これ買うか。百名眼。はい、完全回復できる。はい。これで戻りましょう。はい、これで桃山鉱山まで歩きます。はい、レベル上げとともにね。ああ、やっとわかった。あれ？ちょっと待って。若子さんまだ覚えないのかい？抜き物。ちょっと巻物いつ覚えんのこれ。ちょっと待ってよ。どういうこと？ちょっと乗ってないのか。術のその図鑑みたいな。あ、これか。魔法。書いてないな。いつレベル上がる、いつ手に入るか書いてないやん。若草。どういうことやんな。じゃあちょっと道具使う、これ使います。で、伏見村行きます。はい、はい、これでじゃあ道具も買っときますわ。あの回復のやつね。百名眼、あれ百名眼ないの？え？これしかないの？じゃあいいや。はい。はい。さあ、これでじゃあセーブしましょう。よ。あ、一発で。
よし、行きました。桃山鉱山入ります。よし、これで、ここはもうあと歩くだけでいいですね。アイテムはいっぱい買ったけども、ボスが倒せるかどうかですね。はい、まあでも出るだけでいいですね。ここでクイックセーブしときます。はい、ボルト。ちょっと待って、逃げるか。あー、あかん、全部逃げなかった。どうすんだろうな、これ。あ、こっちか。こっち行くのか。そのなるべく逃げた方がいいな、これ。相手してたら回復が、術がないのにさ。出るな、めっちゃ。上皇様は大門教の黄金の官兵衛とかいうやつに騙されているのだ。何度となくお諌めいたしたが、聞き取れてはくださらなかった。結果として我らは逆境として牢獄へ囚われてしまったのだ。上皇様は大門教と取引をしたのです。大軍にしてやる代わりに大門教に協力しろと言われ、それを信用して大門教の奴らはまず黄金を差し出せと、あの黄金の男が愚かしいことです。上皇様は騙されているのです。これは湯の勇者様、2階に上がる方法ですか。先日来られた将軍の隠密と称す奥になる者にもお伝えしたが、広間にある黄金の像を調べてみてください。隠しスイッチがあるはずです。それを押せば上への階段が現れます。あ、そうか。ちょっと待って、逃げる。出てくるなぁ。あ、やばいやばい、ちょっと待って、使うしかないなぁ。いや、もう
戦うしかないわこれ。綺麗な。これなんやろ。百両。ああもう。ああまた出た。使うしかないな。ちょっと逃げる。よしよし。やっぱスイッチあるの。よし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 。うん。敵だよな。突破。あかんなぁ。敵硬いねんなぁ。ああ、こいつら強いやつや。硬いねんなこいつら。うわやばいって。いや使うしかないや。これあんまりダメージ与えられへんねんかこいつ。逃げた方がいいな。見つけた。はい。ちょっと宝箱あるね。強そう。武具装備する。おお上がる。敵出るんかなこれ。出ないか。あ これは装備した方がいいな。黄金の官兵衛殿のおかげで間もなく上皇様は太鼓になられるのだ。大門教がバックについていればその権力は絶対。江戸の将軍など取るに足らぬ。そうなれば私も出世じゃ。騙されてんな。敵出ないなここは。でここは上皇が出てくるね。これね。こいつら出るんか。よしよし。さあ。来たな、江戸の犬め。どんなに江戸の将軍が見てを放とうとも、この上皇が太君の座につくことは止められぬわ。すでにマロは大門教に京の都を売り渡したわ。これで夢にまで見た太君になるのじゃ。
さ、甘美えよ。この汚らわしい輩を消し去っておじゃれ。さあ、これが黄金のカンビアですね。我ら大門教総力を挙げ、上皇様を大空の座に着かせる。山物には死あるのみ。うるせえこのクソジジイ。まあさあ、勝てるか。さあね、さあこのボスの曲が神曲ですよね。さあ、いけるかな。ここ百名眼1個しかないねんな。巻物もないしね。どう考えても厳しいなこれ。340なんですね。きついよな。ちょっとやってみるか。23か。きついね。うわ、持ち物100名眼。さあ、これが最後のチャンスですね。ああ、これは厳しいな。ああ、無理やね、これは。すればいいかな。厳しいね。とか若草なんで覚えないのかな。若草レベル何部で覚えるのかな。いやー、ちょっとなー、ちょ、百名眼買っとくけど、またここでしか売ってないからね。百名眼3つ買えるけど、
てない。はい。そうやね。はい、記録、記録。星見村まで行ったらやめるかな、もうこれは今日の感じではね。あと10分しかないんで、星見村まで行ったらやめますね。あ、一発で倒せるようになった。でね、うん、なるほど。から先はい、おお、めっちゃ減った。3発で倒せましたね。はい、一回宿屋に入りますね。5分あるんでね。はい、倒した。はい。で、これでちょっと。これか、細かいな、偉い。ちょっとこれ逃げた方がいい。はい。あ、またか。もう倒したよ。
はい。はい、ちょっと寝ますね。じゃあこの状態で桃山鉱山入って上皇屋敷の前で終わりにしますかね。はい、上皇屋敷の前です。でクイックセーブして終わりにしましょう今日はね。でまた次回挑戦ってことで、はい、次回黄金の神兵衛にねまた再挑戦って形でリベンジねさせていただきますね。過ぎてたか。はい、はい、じゃあここでクイックセーブしますね。で終わりにします。はい、じゃあ今日はねこれで終わりにさせていただきたいと思います。ちょっと行ってみるか。あ、いきなり開いてるね。じゃあボスの前からいきなりできるね。これここは敵出るんだろうな。じゃあじゃあじゃあ、何戻ってんねんお前。うわきついなお前。ここでもう百名眼使いたくないけどな、こんなとこで。よし、ここでクイックセーブ。じゃあね、今日はここで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。もしよかったら YouTube もしくはニコニコ動画のチャンネル登録をお願いします。